はい、こんにちは、酒とロックとうんちが大好きなスピリチュアルおじさんのライドです。ベストヒットライドよろしくお願いいたします。スピリチュアルなね仕事もやってますので、パワースポットとかも案外僕好きでたまに行ったりするんですよ。じゃあそのパワースポットって神社とかね、仏閣じゃないですか。そういうところで一体それが何のご利益があるのかとか、一体どんなことにして、どんなことに対して効果があるのかみたいなところもちょっと気になるところではあるんで、その強力なご利益のあるパワースポットを徹底研究するっていうのをちょっとやってみたいなと思ってるんですね。で、まずは、まあ、YouTuber として成功したい人に最適なパワースポット。新宿の花園神社ってことでやってみたいかなと思ってます。まあまあまあ、YouTuber ね、として成功したいって僕も今思ってる最中なんですが、そういうのも含めて研究してみようかなと思ってるんですよね。花園神社っていうのは新宿の総鎮守として、町の守り神としての面と、あと文化の一翼も担ってると。まあ、要は新宿のど真ん中にあるわけですよ。歌舞伎町と新宿三丁目の間ぐらいにあるのかな。まあそういう、割とこう新宿を象徴するような神社です。創業したのが、まあ神社ってまあ割と歴史が明確なところが多いんですけど、ここはちょっといまいち定かじゃない。ただ、徳川家康が江戸に幕府を開いた時にはすでに花園神社はあったそうです。第二次世界大戦でね、太平洋戦争で米軍の空爆でね、一回全焼したらしいです。ただ、40年に再建して、今のものすごい綺麗なね、朱色なんですよね。朱色なのか。まあ、真っ赤ではないですよね。なんかこう、綺麗な橙色みたいな。そんな感じの、あの神社が建ってるんですね。花園神社は、新宿の東口から徒歩7分、丸の内、副都心線、都営新宿線の、新宿三丁目の駅の E2 出口から徒歩0分なんですよ。出たら花園神社みたいな。だから、ものすごい大都会の立地条件のいい場所なんで、行きやすい神社ですね。でね、花園神社は、まあ、いろんな側面があって、僕がよく行くのはね、鳥の市なんですよ。花園神社は鳥の市が有名なんですよね。毎年11月の鳥の日に、多くのお客さんで賑わうと。僕は花園神社の鳥の市って、10年以上も通ってますね。熊で買ったりとかして。最近はもう自宅のビジネスが多いので、熊で置く、その行々しいのはしてないんですけど、まあ、例えばね、これとかは11月の鳥の市で花園神社で買ったちっちゃい熊手ですよね。熊手ちゃんついてるって。まあ、こういうので商売繁盛。まあ、要は、今じゃあ YouTube であれば YouTube、で、繁盛するようにとか、まあ、いろんなビジネスをやってるんで、その商売を繁盛させるように祈願するという鳥の市ですね。商売人のお守りみたいな感じの場所です。いろんな出店出るんですけど、結構ね、花園神社って歌舞伎町とかが近いので、ものすごく特徴的なのがあって、まあ、屋台とかいっぱい出たりするんですよ。で、敵屋の出店もいっぱい出るんだけど、至るところの境内の中でも外でもね、飲み屋みたいなのが、出店の居酒屋みたいなのが開かれるんですよ。で、まあそこで僕は前ね、ちょいちょい行ってた時は何人かで行って、で、その居酒屋でケーキ漬けにお酒飲んで、まあ高いんですよね、ああいう出店ってね。お酒飲んでちょっと焼き鳥とかつまみ、炭火焼き的なのをね、串焼き的なのを食べて、で、そっから、じゃあ熊で買って、パンパンパンパパパンパパパンをやってもらって、で、また別な居酒屋で、ちゃんとした居酒屋でみんなで年の終わりを祝うじゃないけど、まあ、要するに商売してる人からしてみると、年末よりも、この鳥の市がね、どっちかっていうと、大晦日的な締めみたいな感じがあるわけです。場所がな、歌舞伎町近いんで、その居酒屋で飲んでると、案外多いのがキャバ嬢と、あとホスト。でね、あとね、反社会組織。ヤクザの人はめちゃくちゃ多いです。もう親分さんが大きくまで持って、射程たち引き連れて行って、射程たちにご馳走して、どうだみたいな感じの光景はものすごい見ます。まあ、そういう場所なんですよね。で、花園神社の鳥の市って、面白いのが、今じゃなかなか見れない見せ物小屋もあるんですよ。僕、何回かそこで見たことある。で、まあ、要は昭和な雰囲気ですね。もう昭和のお祭りだったら、必ず見せ物小屋って、どこにでも見れたんですけど、今もう人権問題があるんで、結局ね、危険なね、人とかを見せ物にしてたっていうのがあるんで、まあ、今厳しいんですけど、唯一ね、花園神社は見れるんですよね。鳥の市の時。風情があるというか、こう、昭和文化に触れる面ではものすごくいいと思いますよ。花園神社の前には、
名物の花園饅頭ってのがあるんですよ。天保5年。だからすげえ昔ですよね。すごい昔に創業されてると。昭和5年から、今の花園神社の三丁目側の鳥居の真ん前にあるんですけど、そこの饅頭のキャッチコピーなんですけど、日本一高い、日本一うまいって言うんですよ。それがキャッチコピーで、ただ、経営破綻してしまって、現在は千引き屋ね、なんか、フルーツの千引き屋ってあるじゃないですか。あそこが事業譲渡を受けて、千引き屋が株持って、花園饅頭を運営してるみたいですね。花園神社がなんでまあ YouTube にご利益があるかっていうと、花園神社って芸術に深いつながりがある神社なんですよ。名誉宮司っていうより片山さんって方ですかね。この人は1967年に唐十郎さんが率いるアングラ劇団の赤テントを境内で提供してやったりとか。まあ割とそういう話題性のあることを振りまいてやるんですよね。境内にはね、芸能浅間神社っていうパワースポットがあるんですよ。芸能とかアートとか芸術とかね、そういうのにご利益があると言われて、そこに祀られてるのがこの花の咲くやびめっていうのが主催神として祀られてるんですよね。まあその方がね、芸術とかアートに対しての神様って言われてる。まあポンとこんな感じで今出てると思うんですけど、こういう感じの雰囲気の女性の神様なんですね。そこのパワースポットには、芸能浅間神社のところにはね、多くの芸能人がね、札をね、寄贈してるんですよね。もういろんな芸能人とか、お笑い芸人だったりとかがこうやって、こう、バーっと見て、あれです。八代亜紀さんとかだったりとか、あと藤恵子さんの、稽古の今夜開くの石像があったりとか、まあそういう芸能家、昔ながらの芸能人は、ここに、もう願をかけて大ヒットしますようにってやるところなんですよ。で、ちなみに、花園神社の隣には、吉本興業本社があるんです。もともとここね、小学校だったんですよ。僕がね、花園神社に行き始めた頃っていうのは、全然小学校として機能してたんですけど、途中から廃校になったんですよね、人が少ないのが。石原都知事の時かな、に、吉本興業を東京に招致するのに、ここを貸したんですよね。まあ、すごい面白い作りですよ。何回か、仕事の関係で吉本興業行ったことあるんですけど、中入ったことはあるんですけども、結構ね、芸人さんたちが撮影で使ったりとか、各打ち合わせルームがもともと教室だった形を利用してやってるんで、すごく面白い建物ですよね。今回の曲なんですけど、まあその札寄贈してるのもあって、割とここのゆかりが深い芸能人ということで、八代亜紀さんの曲で、で、八代亜紀さんが新宿のことを歌ってる、涙声ですね。涙声をやってみようかなと思うんですよ。ちょっと八代亜紀さんのキーとは違うんですけど、夜の新宿裏取り肩を寄せ合う通り雨誰を恨んで濡れるのか夜減ら切ない別れが辛い忍び合う恋涙声って感じの曲です。まあ、それちょっとやってみますよ。じゃあ八代亜紀さんで涙声です。夢で見たけれど
涙が多い。夜咲く花や雨に散る悲しい定めを占いくだり、なぜか今夜は返したくない、忍び合う恋波というわけで、チャンネル登録のよろしくお願いします。